はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。今ですね、ちょうど大垣城の攻防の真っ只中に入ろうかという状況なんですが、前回ですね、美濃をほぼ完全に手中に収めたという状況にある中、六角がですね、浅井をやっぱり圧迫しているというところで、六角がですね、さらに織田領大垣、美濃ですね、の方にまで進行してきていて、美濃の中でも大垣城が最前線で、この大垣城を取ったり取られたりというのを繰り返しているというのが前回になります。で、今回はその続きですね。早速じゃあここ、ちょうど今敵が大垣城に攻め入ってきているので、これを打ち払うところからになります。では早速続きをプレイしていきましょう。ここは遭遇するので確実に敵の線を粉砕しましょう。自分でね、指揮を取った方が、被害が少なくて済みますので、陣を作っていきましょう。で、今回の敵の陣を見るとそういう状況ね。ってことは一旦これを下げて、で、信長をさらに下げましょう。で、前線に出します。こんなんでどうでしょう。敵は高々千なので粉砕できるかなと思うんですけどね。で、鉄砲隊が撃ち始めたので、これに倣ってちょっと陣を下げて騎馬隊で突撃ができるようにしましょう。で、こちらに向かってくるのか。そうすると信長は少し下げましょう。一兵たりとも逃さずに打ち果たしましょう。で、騎馬突撃を敢行します。完全に敵を壊滅させましたね。これでじりじりとね、六角の戦力を削いでおくというのも大事ですからね。で、今六角の主力がどこにいるかというと、観音寺にいますね。9934。この六角が次どこに攻めるかなんだよな。浅井の方に行ってくれれば、それを迎え撃つ形で一気に敵を殲滅するっていうのも手なんですけどね。一旦大垣から退きましょう。大垣で決戦するのはあんまりいい状態ではないと思うので、加納城に下がります。で、ちょっと兵が減っているところに関しては、もうね、完全に満帆の状態で敵を圧倒しにかからないと、少し手こずる可能性が六角攻めにはあるので、しっかりとね、兵の補充をしておきましょう。で、足軽の方、槍足軽の方も補充をしっかり入れておきましょう。で、今度は前田玄義が攻めてくるのか。懲りないね。
確実にちょろちょろと来るのであれば、こちらもちょろちょろと確実に敵を殲滅していきましょう。まあ、少しずつでもね、敵の兵力を減らしておくっていうのは結構重要ですからね。少しね、ちょっと皆さん退屈されてしまうかもしれないんですが、おっと自動化してしまった。もったいないことしたな。確実にね、敵をゼロにまでしたかったんですけど。そうするとどうだろうか。そうだな、今ん、畜生、北畑が9000まで兵を回復してやがったか。これは予定外だな。しょうがない、救援せざるを得ないな。また通撃を与えましょう。いやー、キリがないね、本当に。さあ、敵を根絶やしにします。敵の陣形がわからないっていうのがね、またちょっと痛いんですが、まあ、ここはいつものような陣形を張っておきましょう。まあ横に広くという感じですね。でこれを見ると敵が突っ込んでくるのか。なるほど、真ん中を厚くしてる感じですね、敵は。よし、読めてきましたね。勝井を少し敵の本陣に、いや敵の先鋒部隊にぶつけましょう。信長も少し前へと出していきます。
よし、退却を始めた。退却を始めた敵に対しては一気に蹂躙していきましょう。いやー、ここでね、兵を減らすわけにはいかなかったので、まあ大勝したと言っていいでしょう。じゃあまた彼女に引っ込みましょう。いや、合戦が続くなー、本当に。で、失った兵の補充をまたしていきましょう。ちょっと今回はね、自動補充にしちゃいましょうね。まあ、北畠は今のでだいぶダメージを与えたので、またしばらくは攻めてこないと思うんですよね。問題は六角だよな、六角。あとは、おお、テルトラに名を改めましたね。姉麹ももう余力はほとんどないはずなので、まあ、ほっといてもいいかなっていうぐらいの数。で、やっぱり六角だな、今、懸案になるのは。そうすると、六角を共同で攻めるという意味では、表情を開いて、出兵依頼ですね。出兵依頼するには5000も金かかんのか。5000はちょっと出せないな。次のその六角がどこを攻めるかというのを見極める必要がありますね、少し。お、六角が出兵したな。出兵先がどこかというと、上野城か。上野城はここだね。桃地三太夫が3万でこもってるのか。これはただ軍を進める好機だな。どうします？沢山まで軍を進めますか。一旦ね、まあ、ここのね、今浜に関しては放置しておいてもいいかなと思うので、そうすると全軍を持って出兵しましょう。沢山城へ進出します。ここでね、六角が桃地三太夫君にボコボコにされてくれるとありがたいんだけど、どっちが勝つかだな、この戦いで。決着つかずか。六角軍はでもだいぶ兵を減らしたね。これはありがたいぞ。六角がこんなところでへばってくれるってなるとかなりありがたい。一気に観音寺を攻め落とせるかもしれないな。しかも戻ってきた兵は、大体半分ぐらいに減ってますね。さあ、このまま沢山を落とさせてくれ。よし、沢山を落としたね。山岡は釈放しましょう。
で徴兵します。兵の士気を急いで回復しないとまずいな。さあ自動補充をして兵の士気を回復させて、お、光秀が来たな。光秀、今日は将軍家の使いとして参上しました。何？将軍家とな。これもう終わりなお回りなんですかね。将軍家は滅びだでねえだかと。だいぶ田舎も丸出しな感じになってるけどな。義輝様の弟君、義明様がおわしますれば滅びてはいませんよということで、ここで初めて光秀との接点ができましたね。で、上洛要請が来てるので、上洛しましょうという話になります。で、義明が出てきましたね。そちが信長であるか。母、さようにございまする。将軍家のために尽くしてくれるとのこと、余は嬉しく思うておる。よろしく頼むぞということで、ここから上洛戦が始まりそうですね。で、岐阜城に光秀と藤高か。いや、嬉しいんだけど、いや、本当にめちゃくちゃ嬉しいんだけど、金の面が心配だな。金が全然ないもんね、こうやって見るとね。厳しいな。金が全くなくなってる。いやー、金がないね。で、藤高はまあまだしも、光秀は能力高いね、さすがに。兵の回復を待って、士気の回復を待って一気に観音寺を攻めますか。士気がもうちょっと回復してほしいな。もうちょっと回復しないとさすがに軍を出せないですね。てか、まあ、士気に関して言うと完全に100の状態じゃないと兵は出せないな。80まで来たか。で、金が入ると同時に速攻で徴収しましょう。徴兵か、徴兵。で、これで完全に徴兵したでしょ。徴兵が仕切り終わったので士気も回復した。よし、じゃあここでいよいよ兵を出しますか。いやー、もうちょっとだなー。いやー、もう出すしかないね。ここは六角軍が兵を取り戻す前に敵が出てきてくれたらいいんだけどな。おっと、姉小路がこんなところで攻めてきたか。しょうがない、一旦兵を戻しましょう。せっかく六角攻めの好機だったんですけどね。いや、待て待て、ここは六角が出てこないんだよね。ここは郡上八幡を藤高と光秀で支援させましょう。何、北畠がまた来たか。いや、北畠9000まで回復したの、兵が。早すぎんだろう。いやー、ちょっと待って、どうする。諸畑城は一旦明け渡すしかないかな。郡上八幡に関しては味方の増援が出れば、まあ、光秀と藤高だったら攻略できるとは思うんですけどね。
問題はここだな。まあ、ここは光秀を出して敵を打ち払いましょう。敵の数は多くはないので、お、三井でも鉄砲持ちか。いや、これはありがたいですね。三段打ちで一気に敵を殲滅しましょう。お、射程長いな、さすがに。ここでね、騎馬隊がいると追撃ができて、まあね、兵をさらに減らすことができるんですけどね、まあ、ここはいいでしょうと。無城地盤に関しては防衛ができたんで、まあよしとして、岐阜に戻しましょう。問題は諸畑城だよな。こっちが一向に敵が兵を、しょうがないな。信長軍一旦兵を引くしかないね。沢山に戻りましょう。で、諸畑城は北畑家に取られたか。士気を回復させるしかないからな。で、お金がないんで兵の補充はほぼできないでしょ。いやー、六角北畑侮りがたいな本当に。上杉の使者ですね。岩村城へ兵を出しください。いや、今ね、その信玄と事を構える気はさらさらないんで、ちょっとここはお断りしましょう。今京に攻め上りたいんでね、それどころじゃないんですよね。そしたら諸畑城を取り返しに行きますか。またこれの繰り返しになっちゃうんだよな。浅井がね、今この今浜を取り返しに来れば一番いいと思うんですけどね。
上げ投資を行いましょう。力攻めに切り替えて一気に諸畑城を落として、まあ、その間にまた六角がね息を吹き返してくるのが明白なんですよね。あ、今川が滅亡したか。思ったより早かったな。イエスが今川を滅ぼしたんですね。まあ釈放しましょう。金がないんでね。じゃあ最前線の沢山に戻りましょう。ちょっと待ってね。そうするとここで北畑の軍勢が出てきてるな。そうすると一旦は清須に入って様子を見ましょう。んで諸畑城が落城するよね。あー、北畑との停戦。いやー、これはむしろありがたい。諸畑城を取られた状態ってのは痛いけどなー。まあ諸畑城ごときだったらいいか。今は六角が優先だな。よし、では再び兵を沢山に向けましょう。北畑は後々に回せばいい。で3000の兵か。籠城させて、その間に郡上八幡の救援をしましょう。信康も合流して、何、信康がやられたのか。まあ、ここは確実に勝ちに行くか。いやー、ちょっとタイミングがずれるだけでダメなのか。北畑とは停戦できたので、まあ、一旦は様子見ができるので、やっぱり六角攻めを本格させる必要がありますね。六角攻めだな。三段打ちを使って一気に敵を殲滅しちゃいましょう。いや強いわ、鉄砲隊は間違いなく強
いやー、ただ切り込まれると弱いな。あっという間だね、切り込まれた後は。切り込まれるとちょっと弱いっていうのが露呈しちゃいましたね。まあ、先にやっぱり六角を完全に叩き切ってからだな。さあ観音寺攻め本格化させたいところで、本願寺か。鳴海城が包囲された？マジでか。鳴海城も失うの？鳴海城失うわけにいかないんだよな。いやー、ここに来て一気に戦線が停滞してきたな。しょうがない。鳴海城の防衛に回りますか。間に合うのかって話だな。間に合わなかったか。よし、鳴海城はただ落としたね。六角がじりじりとやっぱりね、力を取り戻しつつあるからな。ここはね、六角を叩きたいところなんですけどね、観音寺攻めとそう簡単にはいかないか。はい、というところで、ちょっと今回ね、あんまり進まなかったんですが、まあ光秀が、参加に加わったというところで、まあ嬉しいような家計を圧迫してしまったような微妙な状況なんですが、次回観音寺攻めを本格化できればいいかなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。